皆さんこんにちは、白石木工の白石です。今回はワトコオイルの塗り方についてご紹介したいと思います。前回ブライワックスの動画を出した際にたくさんの方からコメントをいただきました。その中でワトコオイルもやってほしいというお声もあったので、今回やってみたいと思います。よろしくお願いします。ワトコオイルの成分は油です。オイルフィニッシュと言われる仕上げになります。ブライワックスと比べると時間と手間暇がかかります。はい、準備物はご覧の通りです。では早速やっていきたいと思います。まずね、手袋をはめて、まず下地処理の方からしていきたいと思います。下地処理なんですけどもね、240番のペーパー、こちらをね使ってまずねやっていきましょう。ペーパーはですね、この木のこちらの木の繊維の方向にねかけるようにしましょう。こう横にねこうやっちゃうとね、横にこう擦り傷がね細かくついちゃうので、なるべく木の目なりにやっていきましょう。ペーパーで削ることによって細かいね毛羽とか、ささくれとかねそういうのはないようにね、十分見ながらやっていきたいと思います。はい、ペーパーで削ったりすると細かい粉が、ね、出るのでね、それをねウエスカなんかでこう拭き取ってくださいね。はい、次にねさっきのワトコオイル、こちらをね、カップにね入れてハケで塗っていきます。塗るときはねなるべくちょっと塗りにくいところから塗った方が後からねやりやすいので、端とかねそういうところから塗っていきましょう。大きな面はね塗りやすいので最後にした方が良いと思います。こういうふうにね端から塗って、最後にこの大きな面をね塗るようにしましょう。あんまりねこうハケに塗料をねつけると垂れちゃうのでね、つけすぎにね十分注意していきましょう。一通りこうやって塗り上がりました。このままね、約15分、このままちょっと乾燥させていきましょう。この15分っていうんですけども、今日はね気温が23度、ここが今ありますと。それなので約大体15分でいいんですけどもね、冬だと、ちょっと乾きが悪いのでね、15分じゃなくて20分とか25分とかちょっと置いておきましょう。じゃあこのまま約15分乾燥させます。はい、こちらが約15分ね経ったものになります。ここから、乾いたウエスで先ほど塗った塗料をねちょっときれいに拭き取ります。結構ねこうやってこう丸く円を描くようにねやるときれいにね拭き取れるんで、端もね忘れないように拭き取りましょう。もうちょっとね薄い色がいいかなっていう人はね、15分じゃなくてねこう塗ったらすぐもう拭き取っちゃっても構わないと思います。そうするとね結構塗料がね浸透しないうちにね拭き取るんで、ちょっともうちょっと薄い色になるのかなというふうに思ってます。はい、こちらがね
取りました。ここから約1時間このまままた乾燥させておきます。こちらもね、今日は1時間で十分なんですけども、冬だとね、これを1時間半とか、2時間とか表面が触ってみてね、こうしっとりしないような形とか、ある程度こう塗料がね乾燥したような状態で次の工程に行きますので、よくね乾かしてください。はい、こちらが約1時間乾燥させたものになります。次の工程に入ります。またこの塗料を使います。また塗料を使って最初に塗ったくらいの量、もっと薄くても構わないので、また端からこの上にまた塗り重ねます。塗り重ねてサッとでいいんでね、こんなもんでいいです。これをですね、次に私は今回320番の耐水ペーパーを使います。耐水ペーパーで表面をこの濡れた状態ですか、塗料がついた状態で細かく油がついた状態で研磨していきます。私たちの、ね、手法でこれは結構油研ぎともね言われるやり方で、塗料をねつけた状態で耐水ペーパーでやっていくというものになります。これをやることですごくね表面がねツルツルになっていくんですよね。それはワトコイルだからやるのではなくてね、結構オイルフィニッシュ系のね材料ではねいろいろやっていきます。そうするとね、こう表面についた油がより一緒に研ぐことによってね、より深く浸透していきます。だんだん濃くなって、最初に塗ったのよりはやっぱ濃くなっていきますよね。木肌がよく、この木の銅管がよくしっかり見えてくるような形になってきます。結構綺麗に美しくね仕上がってきます。はい、こちらでね一回研ぎました。そして表面についた油をねちょっとスッと拭き取りましょう。やっぱまだこのくらい出てくるのでね、あと木のね粉もちょっと入っているのでね、さっとでいいので拭き取っていきましょう。そしてこの状態で約8時間ぐらいはね乾かしていきたいと思います。2時間ぐらいねちょっと乾いてるのを見てね、油がこう吹き出てくる可能性があるので、その時にまたね上手でねちょっと拭き取ってあげると良いかもしれません。はい、はい、これが8時間を、乾燥させたものになります。これで以上完成になります。まず最初にね、240番のペーパーできっちり下地処理を行いましょう。2番目はですね、ハケで均一に塗料をね塗っていきましょう。そして塗った状態で15分ぐらい乾燥させましょう。3番目はですね、15分乾燥させたものをきれいなウエスでね表面についた塗料を拭き取っていきましょう。そしてそのまま1時間ぐらい乾燥させてましょう。4番目は先ほど乾かしたものにまた塗料をね均一に塗っていきましょう。塗り終わったらまた今度はね耐水ペーパーで全部をね研磨していきます。最後に先ほど研磨したものをまた綺麗なねウエスでね表面の塗料をね取りましょう。そしてそのまま約8時間ぐらい乾燥させましょう。ワトコイルをね使うときは匂いがするので換気をしましょう。そして使い終わったハケなんですけどもね、このままこうしてるとね固まっちゃうので、このペイント薄め液でこう綺麗にね洗い流しましょう。水ではね弾いてしまうので水では取れませんので、あくまでもこのペイント薄め液を使っていきましょうね。使
使い終わったウエストなんですけども、注意書きにもちょっとね書いてある通り、このまま丸めて捨てちゃうと自然発火の恐れがあるって書いてあります。これはあくまでも水につけて捨ててくださいね。今日は視聴者の皆さんのリクエストでワトコイルを塗ってみました。いかがだったでしょうか。他にも何かリクエストがあればコメント欄の方からいただけると幸いです。ありがとうございました。